クリスティーナ・ジョイアンス・ボートンはイングランドのオーボエ奏者。1913年6月14日に作曲家、ラトランド・ボートンとその妻で画家のクリスティーナ・ウォルシェの娘として生まれた。やがてジョイはレオングーセンスにオーボエを支持し、1929年から1937年には王立音楽大学で学んだ。王立音楽大学では死去する前のわずかな期間。 覚えの教授として、教弁もとっていた。1951年、作曲家のベンジャミン・ブリテンはジョイにオイデュースによる6つのメタモルフォーゼを検定しており、彼女は同年のオールドバラ音楽祭でこれを初演している。彼女はブリテンがイギリスオペラグループを設立する手助けを行い、またフルートのジョン・フランシス、ピアノのミリセント・シルバーと共にシルバントリオを結成した。 1937年、ジョイは、父のラトランド・ボートンが彼女のために作曲したオーボイ競争曲を、オックスフォードの演奏会で、ボイド・ニール弦楽オーケストラと共に初演した。彼女は、劇場工業主のクリストファー・イードと結婚し、二人の子供、ロビンとペニーを設けた。彼女の思い出に捧げる演奏会が、1963年4月に、 王立音楽大学で開かれた。ありがとうございます。